どうも、空調系 YouTuber ひでさんです。今回はですね、新築のお宅にですね、ここに点火線の4方向、3馬力のものをつけます。それで配管をですね、逃がしておきたいってことで、これから配管していきたいと思います。こちらのですね、新築のお宅なんですが、私の方で、空調と電気と、あと換気ですね、それをですね、一括で受けて、お客様からですね、直接、受注ということで工事させていただいてます。まず吊りを取ってですね、今ねじ込んでいる真上に見えているのがですねスリーブになります。スリーブの中に、冷媒管5分3分とあと VP の25ですね、25の VP 保温したもの、ワンタッチで保温したものが、80杯の、スリーブの中を通ると思う。80杯と言っても、厳密に言うと VU の75ですね。75の貫通パイプの中を通って外に出るっていうことをこれからしようとしています。まず1箇所目吊りを取って、吊りを取って高さを合わせて、サットバンドですね。サットバンドで、今、高さを見て次2箇所目。全部で4箇所ですかね。4箇所吊りを取って配管しました。まあ、配管距離としては、外立ち下げが、まあ、3メーターぐらいですかね。降りて横、ちょっと横引いて、まあ、3メーター、3.5 メーター。で、部屋内が1、2、3、4、5、6メーターぐらいですかね。5、6メーターぐらい。外は少し出しておいて、外壁面が仕上がってくる段階で、下に向けてですね、溶接して延長すると。そして、こちら、部屋内の方は、ここを配管してきてですね、こんな感じ、吊り取りました。吊りを取ってですね、右側が、ドレン、左側が冷媒ということで、5分3分と25の VP。で、これから25の VP に DV、DV、エルボーに糊をつけて、糊をつけて両方つけて、ぐいっと押し込んでおいてですね、はい。そしたら保温ですね。保温をカット。斜めにカットして、かぶせて、ワンタッチ。テープを剥がして、貼り付けて、グイグイ。一番角までですね。押し込んで、で、こちらも、いっぱいまで合わせて、そしてテーピングします。テーピングして、このドレンもね、ドレンも、断熱ドレンパイプとかね、ネオドレンなんか使った方がいいのかなと最近思ってます。皆さん、個人の大工さんとかの仕事をやられてる方に、まあ、ハウスメーカーじゃなくてですね、個人の設計事務所さんとか、大工さんの仕事をやられてる方、パッケージとかね、ハウジングのエアコンなんかつけた時にですね、ドレンの天井内の処理、どういった材料使ってますかね、ちょっと、教えていただけると嬉しいです。ずっとね、私もこの、まあ、一番簡単なやり方で来てしまってるんですが、もう確実性が高いもの、どういった材料でやるのが一番なのか、ちょっとですね、最近このやり方でずっとやってていいのかっていうふうに疑問を持ってですね、やってますんで、これ使ったらいいよって、まあ、コストの面もあるんでね、コストと性能、何を使ったらいいのか、ベストなのか、その辺、ご意見いただけると嬉しいです。はい。そうしたら次ですね。このドレン。どうしてもこのワンタッチを使うと、このワンタッチ、口が開かないようにですね、テーピングする必要があります。20センチとか30センチ大きいですね、テープ巻いてあげて、特に天井裏は、まあ、こちらのお宅ね、高気密高断熱、アイシネンという保温剤というか吹き付けのですね、保温使ってますんで、天井裏、そんなにね、またこれ1階なんで、1階の天井裏なんで、そこまでひどく熱くはならないと思うんですが、そう、結露、熱がね、こもってくると、口が開いてたりするとそこから結露するっていうことがありますんで、あとですね、この口がですね、下を向かないように上または横を向くように施工しましょう。
下向いてるとね、どうしても、その結露下の、下、水がですね、まあそんなびしょびしょにはならないとは思うんですが、こう、天井ボードの方にポタポタ垂れてくるっていう可能性もありますんで、そうですね、切り口は、だから保温の切り口は上または横ですね。上を向けて、縛ろうって感じですね。テープを2、30センチ間隔に縛りましょう。くくりましょう。ドレンの方が口開かないようにって感じですね。こういうことをね、言うとね、このチャンネルほんとうるせえんだよとかっていうコメント来ちゃいますね。ごめんなさい。私はこういうキャラでチャンネルをアットホームにね、運営していきたいと思っていますんで、ご容赦ください。ということで、今、サットバンドですね。サットバンドをパチリンコと止めてですね。なかなかはまらない。あれ？腰が痛い。変な力を入れると、ギクッとまた行っちゃうとやばいんでね。で、これだと、このままだと、釣りと釣りとの間隔がね、遠いんで、この柱のところにアングルを打ち付けて、垂れないようにしました。このエルボーのちょっと右側ですね。まあ、とりあえず、冷媒管をね、流した後に、アングル、穴開きアングルを柱のところに打ち付けて、垂れないようにしましたんでね。こんな感じで配管してます。途中です。まだ途中経過。さあ、そして冷媒管を入れていきますよ。5部3部。その前に、電線ですね。内外渡りの電線を入れていきたいと思います。さあ、そして内外渡りはですね、VVF2 ミリの三芯を通しています。今、スリーブの穴を通してですね、よいしょよいしょっていう感じで入れていって、そして、いいかな、もうちょいかな。印してあるとこまで入れて、まだ？結構入れますね。そんなにいるの？そんな長くいるんですかね。そして、え、脚立から落ちないでよ。さあ、今度は5部3部ですね。3部5部。3部5部を冷媒管、まあ伸ばしてもよかったんですけれども、ちょっとね、現場がとっちらかってるんで、丸のまま伸ばしながら入れていきたいと思います。冷媒管、冷媒管。よいしょ。よっこらせ。よいしょ。何をやってるのこのおじさん。丸い黒い背中。そして、冷媒管だよ、冷媒管。あ、やっと見えた。冷媒管3部5部をスリーブに入れます。外30センチぐらいですかね。曲げる、ベンダー曲げする分、外に出してあげて、よいしょ。ごいしょ。そしたら、伸ばしながら、まだ入れる。まだ入れる。なんか落としたぞ、今。なんだろう、腰袋からなんか落ちたみたいなんですけど、大丈夫ですかね。この冷媒管を伸ばしていきたいと思いますよ。まだ入れるの。はい、ぐるぐる回しながら、サットバンドに引っ掛けながら、指示のところに、はめながら、伸ばしながら、脚立から落ちないでね。だいぶ前に乗り出してるけど、大丈夫かな。さあ、そしたらですね、この電線と冷媒管をくくっていきながら、バンドをかけていきたいと思います。くるくる回して、くるくるくくって、あ、ちぎった。これね、天井裏はもうテープでくくるのはいいんですけど、できればね、あのカッターナイフで切るようにしましょう。どうしても天井裏の夏場ね、暑い熱がこもっている場合ね、あの糊が緩くなってきて剥がれてくる可能性がありますんで、カッターナイフで切ってテンションかからないように。はい、一応こんな形でドレンと冷媒管ですね。あ、ベンダー曲げしてない。OR。ベンダー曲げしてないですね。5部。まあ、いいですね。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルではご覧のようにですね、エアコン工事の関連の動画アップしてます。これ面白いなって思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。また、こちらの現場ですね、建前から
徐々に出来上がってくる姿をですね、見れるようにっていうことで再生リストを作ってありますんで、そちらもご覧ください。あとグッドボタンよろしくお願いします。バッドボタンはちょっと、まとめてください。